スタート決まった。本番中絶対そんなこと喋んないで。スタート決まった。じゃあチェンジ。ちょ休憩やりたい。痛そうはいいし。大丈夫。私じゃないよ、審判で、うん、はい、なんで私、やってるやん、はい、もし2人よく、はい、僕は大丈夫です。じゃあ、休憩、休憩、休憩じゃない、休憩じゃない、休憩じゃない、30秒ほど、30秒、はい、よし、え、次はこれです。ゴー！ストップ。お互い外れたんですけど。ちょっと下からだけど。ゴー！
私、これもうとりあえず、終わりましたよね。すごい時間が早いですけど、この選手とやりたいみたいなのあります？みんな疲れ切っちゃってる？ちょっと休憩だな。え？休憩したもんないの？休憩なんてないです。休憩私がやりたいのね。ちょっと体験だ。そしたらこれなでなでぐらいでしょうか、猫なんて。女性両手とか3人とか。そうだね、あ、そうだ、ね、マンタのブラスがあればいいじゃん。今日ね、あのね、ジンくんが昨日トレーニングすごくしちゃって腕がね、ちょっと調子が良くないんですよ。でも女性には勝てると思うんで、女性がじゃあ2つの手でちょっと挑戦とかどうですか。挑戦コーナーみたいな感じでヘビー級のこのイケメン、イケメン二人行く？いいよ、二人で。だってやりたいように、どう見たってさ、小指とやっても勝てそうなのかも。両方持った方がいいよ、両方。両で。まず右足を前に出す。まず雰囲気をね。そう、第二ひっつけて。第二お腹をひっつけた方が力が出て。で、気をつけてほしいのは、必ず拳を見る。拳を見る。拳、倒れる時も倒される時も拳を見ながら、難しいと思うんですけど、それが怪我の予防になる。なあ、優しいじゃん、女性。最初片手で、片手で、あ、やってもらって。そんなもんか。片手でやってもいいと思う。いや、先片手。心しく片手でしょ。はい、お願いします。で、ヨコさん。私、レディーゴー。はい。はい。いきます。はい、レディーゴー。どう？お、でも力は強い。いいよね。指が僕、女性と手に握ったことない。強さが分からない。女性の強さが分からないよ。でも思ったより強くて。あ、そうやね。びっくりした。意外とね。女性と女性でも面白いんじゃないですか。そう、僕ぜひやってもらいたい。あのちゃんと怪我のあれだけ見て。そう、怪我のあれ。まあ危なくなったら止めるもん。どうですか。結構今インタ強い。ちょっと僕最初に握らせてもらっていいですか。握らせてって言われる。それが変態っぽい。わかります。はい、じゃあいいですか。そのまま横にここにつけるに対して。はい。せーの。あ、なるほど。ちょっと方向が違うけど力の強さのお互い、あ、でもいい勝負かもしれない。ぜひちょっと、ぜひちょっといつものストレス発散を。怪我したね、女性が怪我する。ちょっと無理ないように、ちょっと危ないなと思ったら自分は拳を、なんか拳を必ず見ながら見るとか、お互いの顔見なくていいんで拳だけは。聞いてないよってあれだよね。こんな映ってますね。ちょっと投げちゃっていいですか。まっすぐしてください。で、お腹をつけてよ。そうですね、はい。でちょっと背をスッと立てるように自然にこう横に、お互いこっち狙って、これでも本気でやってくださいよ。負けたら罰ゲームある。いきます。はい、じゃあ拳だけ見てくださいね。いきます。はい、レディーゴー。あ、いい勝負。その拳だけ見て。一緒に。結構いい勝負。この最初の力は結構同じぐらいです、ね、でもちょっとこっちの方の方が強くて、その私もやりたいけど。女性と。じゃあちょっと今勝ったから、この人、そうだね、この人お願いします。この世界チャンピオンのこの手首の強さ、はい、味わってみて。じゃあ真ん中にビチッと止めてください。手首だけ、うん、手首だけ、うん、同じぐらいの手首だけ。いや、こっちで女性の世界チャンピオンです。その人は今あれ、自分の説明やってなかったね。してないね。あとちょっと入れます。はい、じゃあいきます。ちょっと手首入れていいですか。はい、ちゃんと拳上げ見てくださいね。私はもうバチッと見てください。はい、はい、せーの。あ、ちょっとそんな VT やる人います。こんな VT やる人います。レディーゴーです。レディーゴー。
倒しちゃえ倒しちゃえヨーコ負けろこれでもいかないこれでもいかないはい、長いだ危ない、こっち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 そうね、ありがとうございますどうしよう、時間すごい余っちゃったんですけど、私ちょっと発表してもいいですか、はい、あ、お願いします、いいです、夫婦対決が見たいってコメントあったんで、夫婦対決が見たいってコメントあったんで、横の力が半端じゃない。終わり？どうするこれ時間。一本でいい今。じゃあ最後はコメント読みのコーナーで。じゃあ目標を私聞きたいですね。なんか。あやさん迫力。挑戦コーナーいいですよ。あ、挑戦コーナー、今井さん VS 小寺選手。こっちで私はコメント担当で。あ、頭つけ。はい、じゃあ礼して。よろしくお願いします。この二人は師弟関係ですから。ちょっと、はい、ストレート、ストレート、ストレート。グイ、これ、これで大丈夫ですか？ああ、引っかかった。ああ解説とかした方がいいね。なんか辛いね。今の解説してください。辛いな。今のはですね。はい、二人ともちょっと逃げてください。はい、今のもう一回。初めスタートした時に今井選手が後ろに引いたんですよ。背中の力で。で、基本的にアームレスリングは引いた方が力が入りやすくて、ね、体が上がっちゃうと力が出ないというところで、まあちょっと一瞬危ないところだったんですけど、ここはやはり小寺選手の得意のこの髪が引っ張られても入ってたんで、こう入ってたんで。最後はこう引きつけて、自分の方に引きつけて紙で倒したと、横の力ですね。お互い、ね、得意技が違うんですよね。うんうんうん、そうです。得意技聞いてみてもらって。紙手で、自分は僕は紙手、ね、はい、紙手っていうのは紙手っていうのはこう入るやつですね。フックですね、英語で言うと。こういうやつ、ね、ロックして、手首を曲げて、まあ引っ張り込む、はい、力のパワー。今井選手は釣り手、釣り手っていうのは上に引っ張るんですね。相手の手首をひっくり返しちゃう。で、相手が手首返っちゃうと力が入らないんで。それで、まあ、小寺選手のパワーをいなすという感じ。今井さんのスピードでこう引っ張って、引っ張る力で。で、基本的にアームレスリングは、紙手と釣り手があるってことですか？大きく分けるんですね。右の人の、右の方、こっちが師匠。真横って人もたまにいるので、こんばんはっていうのはありますけど、基本的には大きく分けると、紙か釣りかっていう。で釣り同士でお互い
同じぐらいの力だったら離れちゃう。であとこのリーチが長い人は比較的釣り手の選手が多くて、まあ、割とリーチが短い人の方が紙というこう下からクッと入る。ああ、そうですね、あまり下から入るのも良くないですけどね。こう入るっていう人が多いっていうぐらいですね。はい、まあ、中にはあの紙と釣り両方できる人がいるんで、まあ、ワンパターンじゃない方がどっちで来るか分かんないんで、相手もこうスタートの時に、まあ、戦略練りづらいというところですね。はい、こんな見てくれてるんですね。50何人、すごい、はい、お疲れ様です。じゃあ小寺先生、最初に目標を、また今後の目標など聞いてもらって、聞いてもいいですか。あ、左そうなの、あのアームレスリングってライト、右とレフトがあるんですよ。左がで、金谷さんはレフトが得意なんですよね。ここで来ました。受けますか。受けます。受けます。何も用意やってないからアップも何もじゃん左え、そうしたらこのあれセコスパットをこう変えるんですよ。まあそうですね、左用にチェンジして競技台を。じゃあ右のパットでやるとどうなっちゃうんですか。怪我をしちゃうってことですか。そうです、うん、そうですね、肘の位置が変わってくる、とのことです。そう、左勝負です。あ、でもね、これ左が得意な選手とか、小寺選手は左が得意じゃないんですけど、なんか取っちゃったんですよね。手合わせたいっていうのはやっぱもともとあったんで、特に自分左利きなんですけど、左をやっぱりちょっとやっぱり 手がちょっと生まれつき大きいところもあったんで、そこリストは結構集中してやってたんですけど、ちょっとやはり自分もコロナ禍で今年に入ってちょっと満足な練習ができてない中で、こういう温かいエールをいただいて、またこういう今日いい、今井君と練習も試合もさせていただいてですね、そうですね、良かったと、今日は本当に楽しかったです。目標ですけれども、そうですね、私は本当にその何でしたっけ、ユーあ、ディセーブル、ディセーブル、はい、ディセーブル、英語できる人いますか。ユーディセーブルっていうので、もう本当にカネちゃん代表だと思ってるんで、カネラ君はだからもうそこで本当に正々堂々と戦って、もうてっぺんを目指して。私そのね、この世界って差別とか全然ないじゃないですか。黒でも白でもみんなもう全部私は一緒だと思ってるし、はい、なのでで、もこの競技ってそういう、障害っていうんですか、車いすとまた障害は別、うん、車いすの分も実はあってですね、車いすに乗ってこう乗っけてくれるんですよね、台の前まで、で腕だけでこう戦うんですけど、うん、その部もあって、また障害の部もあって、一般の部ってあるんですけど、車いすの人も出れますか。全日本出れますか。車椅子の人も一般の部、一般に出て普通に強い人がたくさんいます。でなんでもう誰もが本当に参加できる競技なんで、それの中の本当に代表だと思ってるんで、ぜひてっぺんを狙って頑張ってほしいなと思ってます、はい、世界大会またね、面白かったよね。そうですね、行きたいんですよね、みんなで。本当に日本団結でみんなで行くと本当に海外面白くて、なんかね、私あの人嫌いこの人嫌いってないんですけど、向こう行くともう本当にみんながの愛が ね頑張ろうになって、そう一体化してラブラブになるんですよ ね、 そうですね。また行きましょう、一緒に行きたいです。また限界を超えて、超人になれるように頑張ります。ありがとうございました。ってことでですね、皆さん今日1時間もあ、みんな来て、ってかみんな入らないから小さいよね。私じゃあ前の方です。今日皆さんありがとうございます。お付き合いくださって、この今ライブ配信ってすごいいっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるよね、配信って。でもなんか私はこのちあさぽさんと本当に出会ってで、だからなんとかこう自分ができることがしたいなと思ってるんで、皆さんもちあさぽさんのをこう配信として今後どんどん配信をしていただけたらなと。それでアームレスリング、そういう仲間の輪がもっと広がればいいなと思ってるんで、
どうぞこれ今後もよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さん1時間もうちょっとオーバーしちゃったかな。ありがとうございました。またあのみんなあの登録してくれてると思うんで、自由に配信して言いたいこと言っちゃってください。はい、皆さん今日は1時間ありがとうございます。また見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。なんでかんだよお前。みんながまとめてくれたから。